RSI をうまく使いこなせない簡単で勝率の高い手法ってありますか？これなんてどうでしょうか。印字のプラスの根拠付けにもぴったりですよ。こんばんは、元銀行員トレーダーのかなこです。前に丸々一日しっかりお休みした時に、空気がきれいなところにどうしても行きたくなっちゃって、深夜から車を出して千葉の九十九里の方にある展望公園に行ってきたんですね。でも聞いてくださいよ、着いたのが夜の1時過ぎくらいだったんですけど、真っ暗すぎて車の光がちょこっとくらいしか見えなかったんです。まあでも空気は綺麗だったし、美味しい海鮮丼も朝方食べれたので全然いいんですけどね。星空とか見たかったな。絶対リベンジします。はい、今日の雑談はこれくらいにして早速本編いきましょう。では早速本題の RSI の最強の使い方について解説していきます。まず RSI というのは、数値が70以上になると買われすぎだから売ろう、30以下になったら売られすぎだから買おうみたいな、トレーダー界隈では有名な見方がありますよね。 RSI を日本語にすると相対力指標っていうんですけど、細かくどんな計算のもとで出されてるかっていうと、過去一定期間の上げ幅の合計を同じ期間の上げ幅の合計と下げ幅の合計を足した数字で割って100をかけたものになります。ちょっと難しく感じちゃう人もいらっしゃると思うので、今の相場の状況が買われすぎか売られすぎかを数字で判断してくれるインジーくらいの認識で大丈夫ですよ。 MT4 上ではデフォルトで期間が14になっていることが多くって、この14というのは過去14日間の値動きの中で上昇分が何パーセントなのかっていう指標を示してくれるインジケーターになります。そのパーセンを見て、今この瞬間は売りと買いの勢いのどちらが優勢かっていう部分を見てくれてるってわけです。簡単に言えば 50% 以上であれば買いの勢力、 50% 以下だったら売りの勢力が強いよってことです。今この画面にはボリンジャーバンドと RSI を表示しています。このボリンジャーバンドの上の線が2シグマ、下の線がマイナス2シグマって言い方をしていきますね。で、ここの下に挿入しているインジケーターが RSI になります。分かりやすいポイントを見つけたので、実際にここに縦線を引いているんですけど、今回は RSI とボリンジャーバンドを組み合わせての使い方を紹介していきます。見方としてはとっても簡単で、この2シグマの部分がロウソク足にタッチしたポイントを見つけていきます。今ここに縦線を引いている部分、ここがロウソク足にタッチしたポイントになるんですが、このポイントを見つけられたら次に RSI の方を見ていきます。 RSI が今回70と30そのままデフォルトの状態で使っているので、この上の線、70の上を推移している部分、この2つのエントリー条件を示したところでエントリーをしていきます。実際にこの部分はこの2つの条件をクリアしている場所になります。例えばこの部分、ボリンジャーバンドがロウソク足にタッチしている場面と、RSI を見て70より上を推移している場面、こちらになりますね。この継ぎ足でエントリーをしていきます。で、実際にこの場面でエントリーをしていくんですが、このエントリー方法にはやめ時がありまして、 RSI がエントリーを開始した70を上に行って、またさらに70より下に下がった部分、ここがこのエントリーのやめ時になります。実際にこのポイント2つに線を引いているんですが、もしこの場面の継ぎ足でエントリーを開始していたら13戦10勝3敗っていう場面になりますね。こういう大きなトレンドが起こっている部分で、ボリンジャーバンドがロウソク足にタッチしていて、 RSI が70より上を推移している場面、こういうところが非常に勝率が高くなっています。ボリンジャーバンドは2シグマにタッチすると上昇トレンド、マイナス2シグマにタッチすると下降トレンドを形成していくようなパターンがたくさんあって、ボリンジャーバンドの使い方は一般的に順張り指標を見るものに使われることがとても多いので、この使い方を活かした手法になります。で、 RSI は先ほどもざっくり説明したように、50以上で買いの圧力、50以下で売りが優勢って判断できるので、この2つのインジケーターを組み合わせるとこの手法はとっても有効だと思います。ただ70と30で設定するとちょっとエントリーポイントが少ないよっていう方は、例えばですがこの RSI に水平線を引いて60と40の部分、ここの2つに線を引きます。そうすることでエントリーポイントは増えていきます。逆にエントリーポイントが少なくてもいいから、とにかく勝率にこだわりたいという方は80と20の部分に線を引いて、この間でエントリーポイントを探していくっていうのもとても有効だと思います。
さらに勝率を上げるためにプラスアルファの根拠として、この動画でもご紹介した坂田五法っていうものをつけていくのもとっても有効で、坂田五法では同じくらいの高値を山頂部分が3回叩いても価格を更新できなかった場合、そのまま逆のトレンドになりやすいんですね。底値を3回叩いて更新しなければそのまま上昇トレンドになりやすい、高値を3回叩いて更新しなければそのまま下降トレンドになりやすいってことです。この部分が赤三平、この部分が黒三平、陰線が2つ続いた後は陽線になりやすいと判断して2つ続いたタイミングでやめるっていうのもとってもありだと思います。今いろんな手法やインジケーターを試していて、もう少し自分の中で勝てる根拠をつけた上でエントリーしたいという方にはとってもいい手法だと思いますので、ぜひ一度試してみてください。ちなみに RSI とボリンジャーバンドは XM の MT4 の左上にある挿入の部分からインジケーターをクリックしてトレンドを押していただいて、ボリンジャーバンズと書かれている部分でボリンジャーバンドが挿入できて、トレンドの下のオシレーターというところをクリックしていただいて、この下から4番目 RSI と書かれた部分を押していただくと挿入ができます。ボリンジャーバンドの設定に関しては私が一番見やすいと思う設定値を LINE の方で公開してますので、もし私と同じ設定値を知りたいという方は私の公式 LINE の方にバンド設定値と、バンドはカタカナ、設定値は漢字、括弧とかも何もつけずに一言キーワードだけを送っていただければ、私のボリンジャーバンドの設定値をお伝えします。はい、というわけで本日の動画では MT4 内蔵のインジケーターのボリンジャーバンドと RSI を使った初心者さんでも簡単に判断しやすい手法について解説していきましたが、いかがだったでしょうか。今日の動画を見ていまいち理解できないって方や、もっと細かく教えてほしいっていう方は私の公式 LINE の方から気軽にメッセージいただけたらと思います。近いうち LINE だけではなくお電話とかもしながら一緒にお酒でも飲みながらお話できたらなって思っています。 LINE の URL は概要欄とコメント欄の方に置いておきます。そして私は今いろんなインジケーターを使って実際に数ヶ月の検証をした上で、初心者さんでも使いやすそうなインジケーターを厳選した上でそれを元に作成して期間限定でプレゼントをしています。まもなく無料でプレゼントできる期間は終了となってしまいますので、もし今のうちに無料で受け取って試してみたいよって方は気軽にメッセージくださいね。過去の動画の中でもキーワードを発表してますのでぜひご覧ください。最近はツイッターの方も始めていて、私のプライベートとかもたまに投稿したりしてますので、ぜひ覗いてみてくださいね。今後もあなたが資産構築を進めていくサポートを私なりにさせていただきますので、私の YouTube チャンネルのご登録、公式 LINE へのご登録、ツイッターのフォロー、ベルマークのクリックやコメントでの応援メッセージなどいただけたらとっても嬉しいです。次回の動画も楽しみにしていてくださいね。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。